はい、皆さんこんにちは。モゲマイシュのオレッチです。本日はですね、こちらジャンサモンズボードやっていきたいと思います。今回なんですけど、アルスラーン戦記コラボが来ているので、ちょっとコラボ弾に挑戦してみたいと思います。で、このダンジョンの特徴としては、新ギミックのですね、この矢が登場してます。あ、でちなみにこれも始まってるんですけど、5区ですね、難易度5区です。でこの矢なんですけど、この今緑のサークルが出てるところにこう時間差で攻撃がきます。でなおかつ敵味方が関係なくダメージが当たるというギミックになっております。まあ多分今回のステージは極みなんで、メンバー的にも結構楽かなと思うんですけど、はいですね。であとですね、この、ダンジョンなんですけど、この矢はやばいこの矢はですね、ちょっと見せてもらうと分かるんですけど、いやー、めっちゃ暗い。飛行系にダメージがでかい。今矢がこう構えてるんですけど、これを1ターンで敵を倒すと矢は飛んできません。なのでターゲットされても敵を倒しちゃえば問題ない形になります。意外と矢は何回も食らうとダメージがでかいんで、そこはちょっとなるべくなら受けたくはないところですね。敵のダメージの方が多分低いので、まあコンボ組まれるよりかはマシなんですけど、うわめっちゃ食らう。やっぱ飛行系になんかいっぱい当たってる気がする。 HP が多いから、あそうでもない、普通に食らってた。これで倒すと OK で、今回のコラボのキャラクターたちはですね、なんだかな、やばい、忘れちゃった。あ、そうですね、そうです。今回のコラボのキャラクターたちはですね、この、まあ、いわゆる雑魚的なんですけど、これらを集めるというか、これらのキャラクターは輪廻の大地っていうガーユ、インドラ、ヤマラージャ、アグニとかあの辺のスキルレベルアップに使えます。なのでまあ回数を重ねるといいかなと思います。ただ進化後になると思うんで、多分毎回そうなんですけど、進化後のキャラクター、雑魚敵を進化させるとリンダの大地のキャラクターのスキルレベルアップに使えるキャラクターになるはずです。と言ってる間にボスに到着しました。カーランは最初に、左斜め方向の矢印をですね5ターン封じていきます。で実はもう1回戦ったんですけど、戦ってみた感じ、ですね、左右にどうしようかな、戦ってみた感じ、下マスに対する攻撃、なんか下段4マスくらいに攻撃してくる技があるんですけど、それがすごい痛いんで、まあ、それをなるべく避けて戦いたい感じですね。回復はまだいいかな。ああ、これ左来られたら怖い。あ、来れないか。むむ。上段。上段ずったから多分痛い気がするんで、これも避けたいですね。これは絶対に食らうパターン。いやー、まあマジで受けるしかない。さすがにそんなにダメージは来ないでしょう。8000とかかな。あ、そんなことなのか。下段の4マス攻撃8000ぐらい食らったんで、もうこれ衝撃的ですよ。またね、回復までいいかな。まだいいかな。まあ、しっかりコンボ組めればいいかなと思いますけども、あ、これか。あ、これやばい。これがめちゃくちゃダメージが高い。これ多分中央十字の4マスプラスなんかこう何ていうんですかね、なんか角の1個右かみたいな、その辺がマス対象になってると思うんで、今回はとりあえず大丈夫か。とりあえずもう回復しちゃおう。この攻撃ウラン戦剣、よくは読めないけどこれが強力なんで、これ気をつけてください。合力上は来ないと見た。あ、これいけちゃうな、もう多分。でもなんとかあそこにはめ込みたい。うん、なんだこれ。あ、これか。あー、これ決めれるんじゃないかな。もう雄弁3倍のスキル打ちつつ、さあ来い。という感じです。ちょっと今ドロップしなかったんですけど、という感じになっております。いや、なんか銀仮面が出るらしいんですけど、銀仮面はちょっとまだお目にかかっていないですね。出なかったですね。まあ、この辺はスキルウェッペンに使えるんで、まあ、使ってみるといいかなと思います。で、これですね、今回挑戦したのはコラボキャラのユーベンスと、あとランスロットにゲオルギウスにシャマシュですね。 HP パーティーになってます。はい、以上となります。そんなに多分難度は高くないんで、まあ、皆さんね、もし挑戦できるようであればぜひぜひ挑戦してみてください。まあ、銀仮面の出し方ちょっとよく分かんなかったんですけど、いつか会いたいと思います。今回の動画は以上になります。それでは皆さん、また別の動画で。バイビー。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 PC の方はこちらの登録ボタンから、スマートフォン、タブレットの方は下の概要欄から登録をぜひよろしくお願いします。これからも梶田さんの動画を撮っていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。